生活が変わった、環境が変わった、ちょっと戸惑いを感じている私。でも変わらない安心もある。あ、またあのオレンジ色のバスがやってきた。私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしい。ラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまう。明日もまた乗れるかな。あなただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡市役員の祭儀倉庫にて開催されている展示、遷移する風景を特集します。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。祭儀倉庫、はい、どんなとこ？あの役員のですね、はい、なんて言ったらいいんだろうな、はい、あのちょっと角入ったところ。役員のちょっと角、うーん、いろんな角があるな。そうだな。ごめんって。三角屋さんとかの近くですよね。そうなんです。三角屋の近くに、はいはい、まあ、外目から見ると、まあ、倉庫という名の通り、うん、なんて言うんだろうな、プレハブのような。そうそう、プレハブみたいな、うん、割とちょっと古めのですね、建物があるんですけど、うん、そこ入っていただいて、うん、2階に、細いはしご、はしごじゃないな、細い階段をね、上がっていくと、うんうん、ギャラリーに実は2階がなっていて、なるほどね、まあ、そこがその祭儀倉庫というギャラリースペースになっております。はい、今回は、3人の作家による、展示、遷移する風景ということで、はい、福岡の浦川は大志さん、はい、東京の梅沢和樹さん、はい、そして京都の木村翔馬さん、はい、この3名の作品が一堂に会しているという展示ですよね。で、うん、この、まあ、本当にお三方並び立っているわけですけれども、うん、まあ、これちょっと生臭い話ですけど、生臭い、はい、これ東京でやったらですね、もう瞬殺で作品が売れちゃうような作家さんたちなわけですけど、まあその3人展がですね、まあ今回こういうふうな形で、まあしかもこの後聞いていただいたら分かるんですけど、福岡で作品をちゃんと実物で展示されることも実は今までなかった作家さんも含まれておりまして、まあ今回見ていただくのは非常にいい機会になっている。でおまけにこれね、あのね、非常にね、うん、いい展示になってますよ。はい、はい、のでぜひちょっとその楽しみ方も含め、はい、ここからお聞きいただきたいと思います。もうなんか作家の方にも実はご出演いただいております。ありがとうございます。まずはインタビュー前半をお楽しみください。さあ三好さん、はい、今回取り上げさせていただくのがですね、役員にございます祭儀倉庫で、はい、5月30日まで福岡展が開催されておりますが、はい、遷移する風景ハート、うんという展覧会、はいはい、について、いろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、スタジオにもそして、はい、ネットをつながせていただいて、はい、リモートでもお話を伺うということですので、はい、まずはどなたから三好さん紹介させていただきましょうか。はい、じゃあまず今回の企画のですね、はい、福岡展をですね、中心に、回している山新くんをですね、はい、ご紹介させていただきます、はい、山新さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これどういう展覧会なのかをちょっとまずお聞かせいただけますか。これは、今回は東京を拠点にしている梅沢和樹と、うん、京都を拠点に活動している木村翔馬、はい、で、福岡、こちら福岡を拠点に活動している現代美術作家の浦川大志の3人を集めたグループ展になってます、うん、で3社とも平面作品をベースにいろいろ作品を展開している作家なので、うん、その3社の作品が並んで見れる数少ない機会かと思って。なるほど、なるほど。これこのお三方をなんて言うんでしょう、一塊にしたのは、まあ、はい、どういうなんか経緯というかだったんでしょうか。もともとこの3作家は、うん、作家同士はつながりのある作家で、もともと友人関係に近いような、うん、関係はあったんですけど、もともと私が梅沢の作品、梅沢とは学生時代から先輩後輩の関係で、で彼の作品をずっと見ていてすごい面白いと思っていたんですけど、うん、福岡とか九州に実際の作品を持ってきたことがないっていう話があったの で、うん、で彼の作品が割とインターネット上で見られる機会が
結構多い作家だったので、うん、の画面を通して見る姿と実際の作品を見て感じる、うん、読み解ける情報量っていうのにすごいギャップのある作家だなと思っていて、うん、実物をこっちに持ってきたいっていうことをもともと考えて、はい、でそれがきっかけ で、まあ、福岡に持ってくるんだったら福岡に在住の浦川も一緒に、うん、二人展をやってみたらいいのかなっていうのをもともと考えて、うん、で浦川に声をかけたところ、はい、でもともと浦川の方で、うん、梅沢とあと京都の木村と3人展を自分で考えていたっていう話があって、うん、じゃあせっかくなのでその3人で、うん、組んでグループ展を構成してみたら面白いんじゃないかなと思って企画させていただきました、うん、そうなんですよ。で今回実はですね、はい、今このスタジオには、うん、浦川さんがいらっしゃいます。あらこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。浦川大志と申します。はい、でさらに今リモートでつながしていただいておりますが、なんと梅沢さんがいらっしゃいます。こんにちは、どうもよろしくお願いします。梅沢です。お願いします。聞こえますかね。まさか作家さんにも、はい、ご登場いただけるとは、ね、今回多分この番組でも、はい、過去最高のあれじゃないですか、出席者数みたいな。そうですね、はい、ねよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、今山新さんからもありましたけど、もともとじゃあつながりはあったんですね、浦川さん。あ、はい、そうですね、もともとつながりがあって、梅沢さんとは2015年ぐらいから一応、まあ、ネットを通じて知り合っていて、木村くんも、一緒に展覧会を東京で2017年ぐらいにちょっとした経緯があって、うん、まあ、そこからまあ、東京に行った時に会ったりとか京都に行った時に会ったりっていうような、まあ、関係が続いてですね、うん、で、ちょっと今回福岡なかなかそういう県外の作家を呼んで展示する機会っていうのは少ないので、うん、まあ、そういう機会があったらなっていうふうに考えていたら、まあ、その山新さんがそういう機会をちょっと提供してくださったので、うん、もうやるしかねえなみたいな感じで、うん、今回はこういうふうに展示を開催することができました。うん、なんかこう前々からこう野望はありつつも、うん、でもこう結構すんなりとこの展覧会にたどり着いたっていうイメージですね、うん、今本当そうですね、うん、梅ラボさんは今回こうやって福岡に上陸するにあたってはなんかどういうお気持ちだったんですか。これはそうです、まあ、浦川くんとは、まあ、ネットで、まあ、ツイッターですね主に、うん、前から知ってたんですけど、まあ、風の噂によると福岡ではもうアート関係者、浦川大使みんな知ってるみたいな感じで、もうめちゃくちゃ活動してると。うん、もう東京でももちろん、まあ、東京では、後ほどネットの活動のイメージも強かったんですけど、うん、で、まあ、彼のその地元のその福岡で、まあ、一度一緒に展示をやってみたいというのがあって、うん、で、僕が所属してるギャラリーの歌詞っていうギャラリーがあって、で、そこのこう企画でやりたいな、みたいな。で、山新さんと僕と、その歌詞のオーナーの松島さんという方ももともと、まあ本当に10年ぐらいのもう友達というか、うん、そう、まあなんかそういうこう身近な人で、アートの関係者で、で、作家同士でこう、できたらなっていう流れで、まあ、それか、まあ、山新さんの言ってくれた通り、こう、まあ、ポンポンと木村君も参加するって形で、こう、じゃあできたらいいねって感じで、こう、うまくこうできたって感じですね。すごい僕も楽しみにしてました。そもそも、福岡っていうのが、まあ、まだ、まあ、2回しか行ったことないので、はい、今回の、搬入の機会を込めてですね、すごい、だから、まあ、それも含めて楽しかったですし、こう、まあ、まずは無事、こう、会議が終えられたらいいなという、こう、気持ちが強いですけど、うん、はい、結構、まあ、待ちに待っていると、前から楽しみにしていた展覧会ですね。なるほど。はい。まあ、会期がっていうお話ありましたけど、この数年の、去年からの、こう、コロナ禍の中で、こう、うん、ぶち上げようというタイミングが、うん、これなんかやっぱありましたね。もともとはコロナ前から考えていた企画ではあったんですけど、うん、まあ、どうしてもタイミング的に、うん、まあ、実際に合格し始めたのがコロナが始まってからになってしまったので、もともとは3月頃にって言っていて、うん、まあ、実際会期をずらして、なるほど、はい、この5月に、うん、
ずらして設定はしてみたんですけど、うん、まさかここまでとは思わなかったので全然伸びとるやんかっていうですね、はい、コロナね、そういうことか。いやでもとはいえ、まあそのつながりで、うんうんうん、有機的につながっていった結果、こういう形で開催を迎えられたっていうのはとっても素晴らしいことだなと思っていて、うん、でまあ改めてちょっとご自身たちに自己紹介をいただくのもちょっと恐縮ではあるんですけど、それぞれ今回ご出演いただく、まあその梅沢さんと浦川さんと、まあ、これまでどういう活動をしていて、どういう作品を作っている人なのかということを、ちょっと自己紹介いただいてもいいですか。じゃあ、まず、梅ラボさんからお願いします。ありがとうございます。はい、僕は、まあ、浦川くんや木村くんよりちょっと上で、ちょっとっていうか、まあ、10歳ぐらい上なんですけど、85年生まれの、まあ、作家活動をしている人間なんですけど、うん、まあ、武蔵野美術大学という大学の映像科を、卒業した後、うん、まあ、こうデジタルのコラージュといいますか、はい、こうまあ、デジタルで基本作品を作っている作家です。で、平面のまあ絵画、絵ですね。で、もともとパソコンでこう作っているんですけど、それをこう、まあ、プリンターで出力してペイントする作風が多くて、で結構ごちゃごちゃしたこう、地味づらいというか、まあ、カラフルな作品を作っているんですけど、基本的にはインターネットを中心にこう作家活動を続けていたら、あれあれとこう活動が広まっていったりという感じですね。うん、で、まあ、その過程で浦川くん、まあ、シンパシーといいますか、うん、結構自分がまあそのデジタルを主にしたペインティングで、こう、平面で活動してきて、まあまあ、そんな別に有名な作家だとは思ってないんですけど、まあ、ある程度、こう、その近辺に影響も与えつつ、うん、こう、作家がこういう人いるなとか、こう、デジタル系と言ったら分かんないけど、そういう人いるなっていう、その中で、名もなくされますけど、浦川君はすごい、まあ、注目していた作家だったので、うん、いつか一緒にできたらいいなっていうのはずっと思っていて、うん、まあでも多分その時本当、浦川君まだ高校生とかですね、18歳とか19歳とか、ね。その時は大学、うん、大学生ぐらいか。でも、あれですよね、はい、福岡で活動してる時はもうなんか高校生の時からギャラリーとかに出入りしてる、すごい、若い元気な子みたいな感じだったんですよね。あ、ですです。なんか、そう、今回福岡で展示をして、いろんな、福岡のギャラリーや、まあ、そういう美術の関係者の方に話を聞いたら、その、まあ、高校生の時から見たら大きくなって、みたいな、親御さんみたいな感じの反応する人が結構いて、そう、だから、そういう人がネットを通じて、まあ、世界に羽ばたいてというか、こう活動してる中で、で、途中から僕も関わって、で、一緒にやることができたんだな、みたいな、まあ、そういう、こう、ストーリーがありまして、うん、で、まあ、だから、その流れで言うと、木村くんは結構最近知り合ったんですよね。うん、で木村くんは、いわゆる、VR、うん、バーチャルの、こう、メディアを使って、それと絵画を組み合わせたような、本当にさ、まあ、最先端の作品を、こう発表している人で、まあ、できたらね、今日も、木村くんも一緒に、なんかできたら、うんうん、まあ、どうしてもスケジュールがさ、ちょうど合うというのはなかなかなく、うん、はい。で、まあ、なんでしょうね、こう、デジタルとかアナログとかってくくりもなかなか、こう、難しいんですけど、まあ、この3人、なかなかこう、世代がこう、ちょっと幅がある中で、そういうデジタル的なものと、絵画的なものを、こう、題材にしている中で、うん、まあ、その、10年の幅がある中で、こう、アナログとかデジタルとかインターネットに対する感覚や、そのデジタルって言葉自体の意味も、うん、多分、もう、その言葉が意味する言葉もさな意味も幅があるというか、うん、その意味が変わっていくというのが、実は遷移する風景というタイトルに表れている。なるほど、うん。そう。で、まあ、ちょっと硬いかもっていうのはちょっとハートつけて、ちょっと。そうか、このハートはそういうことか。まあ、まあ、それはいろいろ議論があったんですけど、長新さんと松島さんとしてそれぞれ話す中で、もうちょっとかなりポップなものと、かなり硬いのがある中で、うん、まあ、ちょっとハートつけてみるか。いや、意外と、これがいいんじゃないかという、なんかその合致する感じがあって、それぞれの考えが。うん、で、まあ、このようなタイトルになりました。タイトルの話もしちゃいましたけど。はい、なるほどなるほど、うん、これここから梅ラボさんの作品に入ってしまうと、うん、もうまたものすごい、うん、グッと入っちゃうので、うん、先に浦川さんの、うん、紹介もじゃあ聞いてみましょうか。はいはいはい、ょ全然大丈夫です、バッチリです。ありがとうございます、はい、浦川さん、じゃあ今度はちょっと浦川さんの自己紹介をいただいてもいいですか。はい、浦川大志です。1994年生まれで、はい、もう平成6年生まれですね。で、僕は福岡県宗像
宗像市です、うん、宗像大社のある宗像市出身で、まあ、あの大学も旧三大なので、うん、もうずっと福岡にいる、まあ、人間なんですけれども、はい、まあ、あのもともと別に両親が美術とか全然興味もなく、うん、もう全然家にあるのはラッセンの壁掛け時計ぐらいの環境でしたね。で、それで、高校2年生ぐらいの時に、うん、あの、まあ、福岡市美術館の中でやっているの、うん、菊畑木馬展というあの展覧会がありまして、はいはい、やべえと、1960年代の日本の前衛芸術と言われるものはやばいとなり、急に現代美術をですね、あの志して、もうギャラリーに行ってはいろいろ質問しまくり、自転車で宗像から博多まで2時間半かけて、結構ありますよ、片道ですね、2時間半になるんですけど、往復してですね、あの電車賃がないんでそれで往復してギャラリーを回ったりとかしてるうちに、なんか変なやつがいるというふうになり、まあそうですね、そうこうしていくうちに、まあ、福岡の方で展示とかもしていって、うん、もう10年経って、みんなはなんか、ああ高校生だったのにもう10年経つんだねみたいな、親戚のちょっとそれこそ梅沢さんが言ってたみたいな感じの立派になってと、もう立派になってみたいな、いやーみたいな10年経っとるしなみたいな、そうですか感じで、はい、してます。で、まあ、あの今の作になる前はもう少し抽象的な絵を描いてたんですけど、うん、大学卒業ぐらいの時から、うん、あの、まあ、グラデーションですね、うん、あの使ったような、まあ、いわゆるちょっとデジタルっぽい絵画っていうのを描くようになってきて、うん、まあ、具体的にそれが形になってきたなっていうのが、あの、一昨年ぐらいに、うん、あの、長谷川博士っていうそのアーティストが、はい、まあ、僕の年下の人でいて、その人のジャケットを描かせてもらう仕事をした時とかに、割とそういうのがきっちりした形で、うん、まあ、出せるようになってきたなと思って、今その継続というかその流れの作品をどんどん作っているような感じになります。まあ、簡単に説明だとこんな感じですかね、うん、なるほどなるほど。いや、あの実際この、 あの今回のゲストに、あのこの、 あの作家さんたちをお呼びするんだよっていうことで、あの番組の制作チームに、あの共有した時に、うん、あ、浦川さんって、あ、長谷川博士のあの浦川さんですねみたいな反応があったんですよ、ね、なるほどね、うん、だから割とそこで、あのご存知の方もしかしたらリスナーの方も多いのかもしれないなと思ったりしますね、うん。菊畑を見て衝撃を受けてから、もう自分でも何か作っていこうってその時思われたんですか？いや、もう本当に思って、もうやばいね。だからもうよく分かんないけど、とりあえず現代美術っていうものを調べなければならないと思い、まずたまたま卓球部だったんですよ。卓球部辞めて美術部に入って、マジか。で、それもこう高校2年だから、もうすぐ引退っていうめっちゃ短い期間の間に入って、ちょっと美術せいぜいなく現代美術っていうのが熱いらしいとか言って、その奥にあった古い美術手帳とか溝絵と言われるような、まあ、美術系の雑誌ですね、それを読み漁って、うわ、この時代はアンデパンダンテンっていうのがあってたんだとりあえずそういうのを真似して作ってみようとか言って、でなんか高校の文化祭でその後70年代に流行るモノハっていうですね、すっごくなんか分かりづらい美術で、まあだからガラスの上に石をバンと置いて、このひび割れでこの関係性こそが芸術だみたいな、まあ流れがあるんですけど、まあそういうのをですね真似して、なんか糸と石と木をですね微妙なバランスで立たせて、この緊張感というものが芸術なのだみたいなこととかをやってた、めっちゃ痛い高校生だったんですよ。いやいやいや、それでもめちゃくちゃいい季節ですね。痛いな。ですです。創作意欲がもう全開に走ってる時期ですね。全開でもすっごいなんかいろんなもの、やってみようやってみようっていうのをやっていって、ひとしきりやって、うん、まあ、あのやっと現代に追いついてきた大学後半みたいな感じ。すごい。身をもって60年代からの募集してたんだ。募集してってっていう。インストールしてはやってっていうのはやってましたね。すごいな。めっちゃアートエリートじゃねえな。なんだろうこれ。あ、でも高校生の時からそれをしてやってるっていうのは、まあ、早いと思いますよ、まあ、いや、結果そうですよね。ね、もっと早く知ってる人いるけど、俺、多分、高校生の時、物派とか全然ピンときてなかった。だから、そう、熟な。畑先生見て何か、いや、マジそれやらなきゃいけないって、その感性が、すごいと。それはわけわかんないと思うから。そのわ
訳の分からなさにやっぱ打ちのめされてしまって、まあ、今思えばこう道を誤った瞬間ですよね。いやいやいや、でもねそこからもうあんなにしっかり絵描けるようになるなっちゃうわけだからすごいですよね。継続していったの、最初全然本当に絵描けなかったんですけど、はいはいはい、まあ、やっとなんか絵は描けるようにはなってきたのかなという感じで。なるほどな。量とスピードと質がねすごいんですよね。うん、今もね、あの変遷する風景以外にも2つ同時に参加してるし。あ、そうですね、うん、展示を今やってて、そうそう、まあ、でももう終わっちゃった。1つは終わってもう1つもこの、うん、おそらく多分収録してる今日からあと3日とかで終わってしまうんですけど、うん、まあ、あのそのただその後にもですね、また東京の方で展示をやったりとかで割と、うん、その展示をいろいろ詰め込んでしまって、うん、そので結構自分も忘れて、あれこれ今日搬入かも、これ搬入1ヶ月後作品作ってないのではっていうような結構ことがよくあるので、ええ、やはりこうスケジュール管理というような社会人の基礎的な部分はちゃんと学ばねばならぬなとか結構普通のことを普通のことをしみじみと思いますね。今日浦川さんなんてだってあれですよ、首からあの社員証かけたまま言っちゃったんですよね。いやまあいいんですよ、僕はもう社会人、ね、普通に平日あのフルタイムで働いておりますので。すごいよな、それであの作品ですからね。なんでしょうね、なんか、うん、そこのシナプスの結合が違うんでしょうね、我々とはね。いやじゃあせっかくなんで浦川さんから木村さんについてもね、うん、あのさっき梅沢さんからもお話ありましたし、うんうん、紹介いただいても、はい、木村くんがですね、あの僕が大学の時に一緒に、まあ、展示をする機会があって、まあ、その時に結構話したりとかしてて、うん、あこいつは僕と同じようにひねくれているぞっていうところのシンパシーがあって、うん、割とその後も結構作品ずっと注目してたりもしてたんですけど、うん、彼の作品何か面白いかなっていうのが、うん、まあ、あの梅沢さんもさっきご説明してたんですけど、うん、VR で作品を描いて、うん、いてですね、それを絵画を描いてると言っていて本人は、うん、ほうほうほう、けどまあ、うん、描いてるものは空間の中では線が立体的にまあ表現されてるんですよね、うん、でそれを作品として提示するっていうのであれば割とまだあるんですけど、うん、なんかもう一回それをですね現実の方に戻ってきてキャンバスで絵を描いてそれを反復しながら描いていく、あだから往復して VR で描いてキャンバスに描いて、うん、VR で描いてっていうような反復の行為が僕はかなり面白いなと思っていて、うん、それでちょっと今回あの梅沢さんと、うん、あの僕と木村くんでやると、うん、それぞれのその要はデジタルって呼ばれるもの、うん、まあ、実体がないイメージみたいなものと、うん、現実における絵画っていうのは物質と、まあ、ものとして存在する絵画っていうものの2つをあの往復していくような展覧会になるんじゃないかなと思ってちょっとずっと考えてて、なるほどな、はいはいはい、でそれも結構温めててちょうどこういうタイミングでできる機会があったので、うん、ぜひにということで、うん、なるほど、話をいろいろさせてもらいました。なるほど、確かにじゃあそういう意味では木村さんのそのなんだろう、そのデジタルとあなんかフィジカルみたいなものの行ったり来たりみたいなものが、うん、僕も実際今日展示見せていただいて、やっぱなんかその感じ、あのその行ったり来たりの中で、まあ、風景っていうのを立ち起こすのだみたいなところが割とやっぱコアになってるなって感じはしましたね、うん、これ今回の展示が遷移する風景っていう、まあ、タイトルなんですけど、で割とやっぱこの風景っていうキーワードが割と重要なのかなと思ってるんですけど、あの順にじゃあ浦川さんから聞いていこうかしら。これ風景ってのはこれどういうことなんですか。あ、そうですね、うん、僕は風景だと思っていて、風景画って、まあ、木村君はそう思ってるか分かんないですけど、僕は3作家の作品風景画として捉えていて、はい、で今現代なんかにおいて割とその、うん、風景画って言った時にただ窓からその地平線があったりとか、なんか海があったりとか、まあ、イルカが飛んだりとかね、そういうことでだけではないだろうなと思っていて、じゃあ一般的によく見ているみんなが見ている平面って呼ばれるものは何だろうなと思った時に、いや普通に iPhone なのではっていう感じの、なるほどな、はい、あの発想になっていて、うん、で結構それでやっぱみんな情報を見るし、うん、あの視覚的な体験が多いだけれども、うん、それについてなかなかみんな積極的に作品にやっている人って少ないかなっていうのがなんとなくその僕大学の時から感じてたもので、うん、で、そこの部分をちゃんと書く、でそれはデジタルのイメージを書くとかではなくて、そのデジタル的なものを使っている自分自身と、そのそうじゃない、あの今ここ例えばこの中のスタジオの中の風景というか自分の視界に入るものっていうものをすごく等価に同じように扱って、うん、
作品として作っていく、消化していくっていうような作家っていうのが、うん、まあ、今回、遷移する風景の中にいる、まあ、3作家の共通だと僕は認識していて、まあ、それがちょっと、まあ、一つこれからの美術っていうものとかの、うん、まあ、見方、うん、みたいなものになれば面白いかなというふうな感じで、はい、そういう風景画としてそれをちょっと提唱したいかなっていうような、うん、今意味合いも込めて遷移する風景いいんじゃないかと。面白い。さあこれ浦川さんのこの提示を受けて梅ラボさんはどう受け止めたんですか。俺は iPhone っていうのはまさにそうで、まあでも僕の場合はどっちかというとパソコンの方が見る時間多いんですよね。なるほど。あの、うん、家であのパソコンの前でインターネットするというのがもう圧倒的に多いというか、もうほぼそれしかしてない、うん、展示するときぐらいなんですよね、人と会ったり喋ったりこうやって展示について話すときぐらい、うん、そうこうやってそう、まあでも iPhone も使うし、あのパソコンも使うしみたいな感じで、でまあやっぱり iPhone って縦の動きなんですよね。こう、スッスッとこう動かす。で、指で触ると。で、まあ、浦川くんはそのことをも意識しつつ、こう、指でこうね、タッチする感覚を意識しながら、こう、ペインティングを描いたりもしてるし、まあ、そういうこう、インターネットの感覚っていうのは、うん、まあ、僕もずっとやっぱテーマにしてることで、こう、まあ、どんどんそれが当たり前になってくる。あの、生まれた時から iPhone とかある日、やっぱことかね、やっぱ画面見るとタッチし、してもなぜか動かない、うん、それを不思議に思うみたいな感覚とかやっぱあると思いますし、うんうん、ただ僕らの世代からすると画面をタッチしても何か動くっていうのは iPhone 以降で、こう、うん、マウスでやっぱクリックしたりキーボード打ったりするとか、うん、そういう感覚がやっぱどっちかというと身に染みついてるから、うん、あの僕の身体感覚としては結構そのモニターをタッチする感覚と、うん、こうマウスをクリックする感覚、両方の感覚を結構大事にしたくて、うん、そうなんかそれは本当趣味のね、僕音ゲーが趣味なんですけど、うん、その音ゲーのレベルでもやっぱこうね、あのボタンを押すゲームとこう画面をタッチする音ゲーって2種類になるわけですよ、うん、で最近の音ゲーだったらやっぱこう画面をタッチするやつがすごい人気だったりするんですよね、うん、でも僕はやっぱ昔ながらのビートマニアっていう、そうなんか音をわざわざこうボタンを押すみたいなそれをこうカチカチカチやるっていうのがやっぱオタクっぽくて好きで、でその感覚を大事にしつつ、その感覚をちゃんと自分の作品イメージに生かしたいと思ってるんですね、うん、例えばその音ゲーやっていてすごい情報量のこう映像がねこう目に飛び込んできて、すごい情報量、すごい数のこう、はい、なんか王者を押しまくるみたいな、うん、あの感覚と、あとインターネットですごいやっぱりたくさんの数の画像をこう見て保存する、その情報の渦の中にいるそのイメージの体験自体がこうまあ自分の中の一つの風景だと、うん、で現実の風景をこう見てそれを描くっていうのが、まあ一般的には風景画と呼ばれているものだけど、うん、まあ今の人っていうか今を生きる人は多分現実の風景、まあもちろん取材にしている人もいますけど、やっぱそのネットを見てこうそこから得た刺激、まあもしくはまあネットフリックスでもいいし、うん、あのアマゾンプライムでもいいし、とにかくそのディスプレイを通してこう体験する感覚っていうのは圧倒的にやっぱリアリティとして、うん、あの過去もっと過去千年とかいう単位で見ても、うん、圧倒的にそういう体験が強くなっている時代、それはコロナもやっぱあるからですよね。こうやって、うん、モニターを通して会話、コミュニケーションするというのが、よりこう、求められる時代になっているともちろんありますけど、そういうインターネットや、こう、まあ、ディスプレイを、こう、介した、こう、コミュニケーションによって、こう、蓄積作する記憶や体験が、こう、うん、まあ、自分を介して、まあ、何かイメージになってくる。それがこう風景画として、まあ、言えるんじゃないかと。で、うん、それがやっぱり村川君、木村君、梅沢ではこう、まあ、微妙にこう違いがある中で、うんうんうん、まあ、それさっき言ったとおり、それが遷移してする風景というのもあれにかかってくる感じで、まあ、ただ、それを例えばそのままこう VR の体験だけでこう提示したりすると、まあ、例えば三好さんにこう来てくださいって言って、こう見てもらうというのはなかなかハードルが高かったりするじゃないですか。うん、じゃあまずこの VR セット買ってくださいみたいな。まあ、もちろんそれをこうセット、会場に置いたりもできるけど、うん、まあでも、例えば木村君はそれだけじゃなく、絵画とこう、まあペインティングと VR 両方があったりする展示があったりして、うん、まあ、今回は映像作品が、100分の映像作品が展示されてますけど、うん、まあだから僕は結構展示っていう形式が重要かなと思っていて、うん、こう、まあ絵画として見れるだったり、こう、うん、全体を通して見れたりする、自分のこう判断でこう長く見たり、うん、こうもしくは一瞬で見るのをやめたりもできるっていう展示空間の大事さと、うん、インターネットのこう体験両方が結構大事だと思っていて、うん、でその認識は割とこの3人の中では共有されているのかなとは思ってるんですよね。なるほどな、うん、だからそのなんか違いとこう同じが両方あるって
なんかそこら辺も含めて見ていただけると結構、うん、あなるほどなと思っていただけるんじゃないかな、ちょっと長くなりました。いやいやいや、で今回ほら山新さんもさっきおっしゃってたように梅ラボさんの実物のような作品が、空間に物として展示されるのが事実上初めてであるということで、はい、僕も初めて実際に実物拝見させていただいたんですけど、あれもうちょっと圧倒されますね。どうすればいいですかあれ。見ていただいただけでもありがたい。いやもうとにかくやっぱまあこれリスナーさんに見たことがない方に軽く説明できるものじゃないんですけど、すると、まあ本当今さっき梅ラボさんおっしゃったように圧倒的な情報量のですね、まあパソコン上で見られるようなまあ様々な画像とかの切れ端というかコラージュみたいなものがですね、積層していて、はいはいはい、でさらにそれにあれ実際にあのもの自体たちに色も塗ったり結構ものとして仕上げてるのはあれ どういう仕立てなんですかあれ梅ラボさんあれ。そうですね、まあなんか構造としてはシンプルに印刷した上にペインティング、うん、アクリルやまああとなんかツルツルしてるんですけど、うん、それは紫外線保護塗料全ツヤっていうなんかターナー社が作ってる、うん、まああのあれですね、紫外線によって印刷やこう絵の具が色落ちするのを防ぐ塗料ですね、うんうん、でまあそれだけじゃなくツヤがすごくあるからこう黒が表面のように鏡のように綺麗に見えたりする効果があって、うん、まあそういうものとしてのまあ単純な強さもこう一応こう製品のようにこう仕上げるようにはしていますね、うん、でまあパネル自体にまあ印刷してるのではなく、紙にこう印刷してあるんだけど、それをこう業者さんにまあ、綺麗にこう貼っていただくんですよね。で、木のパネルなんだけど、木のパネルだとこう貼ると木目がちょっとね形として映って見えちゃうから、その間にプラ合板というツルツルの板を貼ってもらって、でその上にシール地の印刷を綺麗にこう隙間なく貼ってもらってます。なのでこうなんかツルツルしていて、一見なんだかわかんないみたいなこう感じの質感に。なるんですよね。で、まあ、元もぐちゃぐちゃしていて、なんだかよくわかんないから、結構、本当になんだかよくわかんないものになるというか、まあ、僕としてはすごい見慣れてるから、うん、なんというか、自分のパソコンの壁紙とかも大体こんな感じなんで、すごいこう、自分としては落ち着くというか、こう、普通の状態っていう、うん、それをこう、まあ、鑑賞者の人にちょっと押すすわけじゃないですか、うんうんうん、こう見てまあだからあり手にと自分の世界をこう見せるみたいな、いやなんかとにかくもうやっぱ圧倒的な情報量を前にした時に僕なんだろう片一方ではほとんど暴力的なぐらいな情報量だなって思う一方で、もうノイズずっと聞いてる間に無音になるみたいな感覚と、嬉しい感想ですね。なんか行ったり来たりしてて、すげえな。でもちゃんと画面として、例えば左右対称が実は撮られてたりとか、絵として実は、完成された構図も一応ありつつも、なんだかとにかく俺は今何を見せられてるんだっていう、圧倒が。でもまさしくやっぱその情報量の多さだったりとか、そういうものが今のやっぱり我々の風景なのであるっていうことを提示していたのかなっていうのを、さっきの梅ラボさんのご自身のご説明を聞きながら、なるほどなと思って聞いたりしてました。ああ、でもすごい、やっぱさすが、綺麗にまとめていただいて、とんでもない。自分もなんか自分の作品を改めてね、分かった感じになりました。いや、面白いですね、あれね。いや、すごかったな。本当はね、個展も現在開催中の予定だったんですけど、東京で。うん。まあ、やはり、緊急事態宣言的な何かによって、こう、延期してしまってですね。うん、はい。まあ、緊急事態宣言終わった後に東京で個展も多分お見せできるので、うんまあ、なかなか来るのもね、いろいろこうハードル高いというか、うん、来てくれというのもどうなんだって感じですけど、うんうん、まあでもやはり展示をやったら見てほしいというのがありますよね。なるほどな、まあこの展示ももちろんそうなんですよ。個展もしね、無事開催できたらぜひまた見ていただきたいと思うんですけどね。うん、梅さん、あの混沌とした画面を前に僕一つ梅さんに聞いてみたいなと思ったのが、はい、ぜひぜひ。あれ何をもって完成って自分の中で蹴りつけるんですか、あれ。まあ、昔のところで完成がないっていう考え方もありますし、うんうん、実際その完成して、まあ一応、会期があるので、うん、ここら辺で終わらせないともう、
返事ができないというところが基本的にはあれなんですけど、うん、やってる時はやっぱあんまりないんです。いくらでもできるし、うんうん、ですよね、いくらでも細かくすると、もう無限なので、うん、それこそ1ピクセル単位でこう、ちまちま細かくしていく感じになっちゃって、うん、で、まあ、細かくすればいいってもんでもないので、ね、うん、抜け感というか、そういうのも大事だったりするので、ただ、やっぱり、まあ、基本的にフォトショップっていうね、ソフトで、アドベ社の、フォトショップっていうソフトで作業してるんですけど、うん、画面のイメージを作るときはね、うん、あるときに、ああ、これぐらいかな、みたいなときがあるんですよ。へえ、やっぱあるわけですね。これ、重要なのは、それがあったときに、うん、よし、寝ようと。寝て、冬、うん、に起きて、うん、風呂入ったり、うん、こう掃除したり、うん、こうコーヒーを飲んだりしてね、うん、一息つくわけですよ。で、はい、ちょっと自分のやってるソシャゲの更新をね、でやんなきゃね。まあ、とにかく、その、うん、一息ついて、ふと見てみて、うん、大丈夫だったら、まあ完成かなみたいな感じですね。なるほどな。で、ふと見てみて、ああ、あれやっぱ昨日深夜テンションだったみたいな感じで、やっぱ違うみたいな時はまだ直したりしてるんですけど、まあとにかくそういう、まあ、これぐらいでええかみたいな瞬間があったりするんですよね。うちの、これ難しいところで、それでもまだやるっていう考え方もあって、うん、でも、なんかうち、実家すごい恵まれてて、両親も、まあ、芸大卒というか、非常に絵を描いてる人なんですよね。うん、で、母親が昔、すっごい、でかい、200号ぐらいの絵をこうね、信州の、長野の信州のでっかい部屋で描いてる。書きまくっているときに、もう終わりが分からないと。うんうんうん、でも私は書くんだみたいなときに、まだ物心ついてないぐらい、ちょっと喋るようになってきたぐらいの僕が見て、うん、そんな書かなくていいんじゃないみたいなこと言ったらしいんだ。僕がね、母親に、うん。で、母親がその時、はっとなったらしい。うん、そっか、みたいな、うん。っていうのを俺に話してくれて、うん、そうなのか、みたいな話に思ったんだけど、でもちょっとそれを気にしてるってのありますね。なるほどな。なんか、書き込めば書き込めるほどいいのかって言ったらそうでもないというか、それがその切り。確かにあると。すごい。それが自分の感覚でやっぱ掴めるのは大事ですね。でもまあ、終わったと思っていた過去の作品や一つ前の作品の画像も、最新の作品で使ったりしますし、こう、どん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 こう、繋がっているというか、うん。なんかだって、ご自身のストロークとかまでもコラージュ元にされてあるんですって。あ、そうですね、そうですね。自分の描いた絵を、すごいこう 1200dpi ぐらいでこうスキャンして、それを画像にしてみたいな。基本的にキャラクターの画像も、線も、自分の描いた絵も、人の写真も、ネットの画像も、すべてやっぱ、ここをね、同じにしちゃうのがデジタルやネットだと思うので、ただやっぱ自分が選ぶからある程度やっぱこう、フィルタリングみたいなのあると思うんですけど。面白い。なんか、出てこれなくなりそうな、過程ですよね、そのプロセスが、ね、プロセスがね。でもやっぱそれは和樹少年はもう少年の頃からね、それをやっぱりね、うん、見極める、そういうことですよね。そうここだっていうね、うん、そうかもしれない、うん、見極めることができる少年だったんだと。いや面白いな、うん、ありがとうございます。さあ続きまして浦川さんですよ、はいはいはい、浦川さんの作品もなかなかやで、あれなかなかですか。あれはど、あれど、どう、何をまずあれは描いているんですか。何を描いてるかと言われると、まあ一応風景なんですが、うんうん、まあただ純粋に描いてるというよりは、うん、どっちかというと僕は身体感覚の方がすごく最近は大切だなと思っていて、うん、まあ日頃 iPhone 使っていろいろネットサーフィンしているようなやつなので、まあその指の動きとかをですね、うん、まあじゃあ絵に描くときにどうやったら持ってこれるかなっていうのとかで考えて、そのグラデーションのストロークっていうのに置き換えていこうっていうのから始めた、うん、まあ絵なんですけれども、うん、まあだからモチーフとかも結構僕もネットとかいろんなのから見て引っ張ってきたり、まあ普段から撮ってる写真ですよね、スナップ写真とか、まあそういうのを全部透過にごっちゃ混ぜにしながら、まあ別のいわば箱庭みたいな形でですね、ここに大地があり、ここに空があり、ここに人がちょんといてっていうような感じでもうどんどん作っていくみたいなような、まあだから別の現実の要は身体感覚としてのリアルな風景みたいなものをちょっと今は描いています。で、まあ、それこそもう僕もなんか描いていくと別になんか終わりとかは特にあんまり、最初からこういう絵を描こうとかこういう構図で、まあ例えばここに人物がいてですね、この人をちゃんと描くんだとかではなくて、もうとりあえず分かんないけど、とりあえず手を動かしながら同時にネットとか iPhone 触りながら、あ、これだってなってそれを描いたりとかっていうような、
割と本当にもうその場のリアルにやってることと絵っていうのをどんどんリンクさせて描くっていうようなやり方をやっていて、だから無限に描こうと思えば上にも描けるけど、まあなんかもうこんぐらいでいいかなっていうの、それはさっきの梅沢さんが言ってたような、まあまあ切りがいいかなっていうところとかで、まあ一旦やめて、でも手元にしばらくあって描くものがなくなってくると、まあ、この絵はちょっと前に描いたし上からもう一回描くかみたいな感じで描き出したりとかするので、あんまり手元に置いておくともうどんどん古い絵がこう塗りつぶされていくというちょっと良くないスパイラルになるんで、できるだけこう絵はこう他の場所に保管しときたいなと思います。見ないようにする。見ないようにすると思ってはいるんですけどね、うん、ただそれによって部屋が一部屋ちょっと潰れてしまっているので、いい加減やはりこう引っ越しは大事なのと。引っ越しは大事というメッセージです。やっぱデータはね、いくらでもあのハードディスク増やすも保存できますけど、うん、現実空間ってね、やっぱ現実空間非常に限りがあるし、まあ、あとなんかね、物を移動するだけで大変な労力とかね、かかりすると、うん、ですね、そういう仕組みになってる。北斎があれだけ引っ越したのもよくわかるそうか、気持ちになります。そうですよね。あれ、浦川さんの作品って、そういう意味ではあれ、サイズって、スマホの画面の比率だったりするんですか？ですね、まあ、スマホの画面の比率という言い方で、うん、まあ、はしてるんですけど、スマホの画面もいろんな比率に最近なってきてるので、うん、一概には言えないんですけど、うん、16対9の比率で、うん、まあ、一般的なディスプレイのサイズですね、うん、iPhone、5S とかが多分16対9の比率かな、うんうん、それ16対9ですね、大体、うん、ですね、で、まあ、その比率で、パネルを作って自分でキャンバス作って描いていくっていうようなやり方をしてます。で、まあ、位置も横位置も描くんですけど、基本的に縦構図が多くて、うん、というのが、まあ、みんなスマホ使ってんだから縦の構図の方がええやろっていうすごく安直な、うん、まあ、思考により、まあ僕も縦の方が描きやすいからですね。なるほど。いやー、そうなんです、うん、横にしてしまうとやっぱこう場所を取るので縦の方がいい、ね、やっぱどこまで行っても場所という ね、 場所ですよね、うん、いやでもなんかやっぱあのなんか画面のサイズをやっぱり改めてなんだろう、うん、そういう感覚も含めて見た時にやっぱ本当一番見慣れてる今多分比率なんだなっていうのを改めて思うし、そこに本当多分自分の身体性みたいなものが一番反映されやすい今人間にもう飼いならされているんだなっていう感じもあって、なんかそこがすごい面白かったですね、あれね。そうです、もうみんなスマホに飼いならされてポケモン見てる時間本当多いですからね。そうね、だって週に1回ぐらいなんかこんぐらいの時間見てますよみたいなの届くじゃないですか。届く届く、あ、毎週愕然としますもんね。えこんなにみたいな、そうそうそう、我の時間を返せよって思うよね。ねえ、いやでもすごいんだよな。だからなんか私やっぱそのデジタルとやっぱり本当フィジカル行ったり来たりしながら、うん、なんかやっぱ自分で自分の今風景って本当に、まあ本当教えていただいた通り、うん、なるほど、なんかリアルの風景見てる時間よりも、うん、よほどやっぱりモニター越しに見ているものとかの方がよほど自分にとって親しんでいる風景になってしまっているっていうことに割とやっぱりひるんでしまうというか、うんうん、おーマジかって感じがしますね。それがいい悪いかっていう話は結構難しいところだと思うんですけど、確かに確かに、まあ中スマ、わかりやすくてスマホ中毒というかね、はい、そのまあ、タイムラインだと思うんですけど、どっちかっていうと我々見てるのは、うんうんうん、その Facebook にしろ、Instagram、はいはい、にしろ、Twitter にしろ、それをまあ気にしすぎちゃってね、病むみたいなことがすごいあることだと思うんですけど、うん、ただやっぱ それが支配している世界っていうのは結構やっぱずっとある、うん、リアリティでしょ、あるとそのある、うん、あるって、なんか そこをこうまあ無視しなくてもいいのかなという感じ、うん、そうですね、うんうん、まあ、それに興味がなければ全然あの大事にしなくてもいいですけど、もう我々興味というかもういる、そこにいるという感じがやっぱあるので、うん、そうそうそう、むしろそこに実存しているみたいな感じですもん ね、 ね、うん、そこに全て置いてても結構ね、なんかどうなって感じがするんですけど、どうしてもやっぱあるので、うん、うん、もちろんね、世代差とかはあるとは思うんですけどね。うんうん、はい、まあ、もちろん、あの年配の方でも使ってる人いるとは思うんですけど、うん、まあでもやっぱりこれからそれはどんどん増えていくというのはもちろんあるので、うんうん、で多分もっとちゃんと現実の空間にこう適していくようになるというか、うんうん、まあ具体的には規制が増えて、過激な表現が少なくなっていくとかだと思うんですけどね。まあ、実際ツイッターとかインスタグラムとか、まああともっとあの前で言うとタンブラーとかね、そういう SNS がこう、最初は非常に過激で、ちょっと実験的な場所だった側面もあったけど、まあこう、なんというか、そういうのが抑えられて、こう、まあ、ちょうどね、あの、ツイッターも、あの、課金ができるシステムが投入されたりとか、いろいろ、こう、それの良し悪しというか、うん。うん。でもそういうのをずっと見て追ってるからこそ、やっぱり、
で、なんか、あるリアリティっていうのがありますよね。確かに確かに。うん、だからやっぱこの、やっぱタイトル、改めてやっぱそういう話も聞きながらだし、うん、3作家のやっぱそれぞれの作風とかを考えるにつけ、これタイトル遷移する風景バッチリっすね。うん、あ、よかった、うん。あ、嬉しい。まあ、これ、でもなんか、これの元の案自体は、ま、その歌詞のギャラリーの松島さんが提案してくれたんですけど、うんうんうん、すごい喜ぶんじゃないか。いや、なんかその三者のやっぱそれぞれのやっぱ風景との関わり方も本当にあのドデジタルから非常に身体性を伴うその木村さんみたいなあり方まで行ったり来たりしてる感じも含めて、あのなるほど遷移しているわっていう感じがあってですね、やられたっていう感じです。これは嬉しいですね。我々のね、やっぱデジタルデバイスに対するこう付き合い方っていうのも今日お話聞くと、そうなの、もう遷移し続けているわけですもんね。ずっと行ったり来たりしてんだよな。ね、ね、なるほど。ソフトウェアレベルでもそうというか、ハードでもね、そうだし、うん、でそこにちょっとチャームさを加えるための最後のハート、ね、ハートは、まあ、どっちかって木村くんがこう、お、そうやってくれたというか、ね、なるほど、うん、いいハートいいっすか。なんか思ったより突っ込まれなくて、ちょっとドキドキした。なんか、あ、普通にみんな受け入れてるみたいな。ハートがまああるぐらい全然普通。今のところ誰にも触れられてない。そうですね。自然、まあ、ハートぐらいね、全然。うん、昔は大竹新郎さんとかね、うん、ああ確かに、はいはい、うん、そうかそうか、うん、そうなんだよ、まあ、ハートもちょっと前の絵文字みたいな感じのハートだからですね、うん、今のハートってなんか iPhone でやると、うん、まあ、もうちょっと立体的なやつだからチルリンってなってますね。そこら辺もうちょっと前のねガラケーぐらい、うん、ガラケー感ありますよね。ガラケー感のあるところになんとなくこの3人のちょっと世代感出ちゃった。確かに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 。言うてもね、別にほんめちゃくちゃ若くはないですからね。まあ、そうです。そう、10代とかではないから。10代ではないので、うん、やはりこう10代のね、この絵とか音楽とかってやっぱすごいですもんね、本当に。そういうのに比べてもうちょっと大人なこう遷移する風景ってタイトル、それがもしかしたら現れてるかもしれない。あ、でも確かにそうだな。あの確かに、まあその特にやっぱ梅ラボさんが今あの書いてらっしゃるようなある種のああいうイメージみたいなのっていうのは、また多分10代の今感じているようなデジタルだったりとか、なんだろう、そういうあの見ている風景情報量みたいなことへの表現れとしてはちょっと多分また世代間違うでしょうね、きっとね。うん、だと思いますね。だからむしろそういう人が見てなんか反応があったりしたらやっぱ嬉しいですけどね。うん、山新さん結構お客さん10代の人とかもいらっしゃってる感じ？今のところ一人も来てないですね。これからやね。これから、ね。じゃあこれ聞いた10代は行くべしだな。で感想を我々に送りつけるべしだな、これな。うん、ああ、10代でやっぱ展示にね、わざわざ行くみたいな子、もっと増えたら嬉しいですから。浦川君のようなね。浦川君みたいな。僕みたいなのそうそう現れない方がいいです。やばいですよ。休止、あの第二の菊畑木馬状態になるかもしれない。浦川君が。それができたら。それができたら面白いですけどね。本当だね。だって高校生の時にわざわざ調べて展示行くみたいな発想なかったですもんね。いやー、ギャラリーの人嬉しかったろうな、この可愛い少年がさ、ね、かけでしょ。チャリでね。うん、2時間半かけてきましたっつって。でもまあ、なんか可愛いかどうか分かんないですけど、コンセプトは何ですかとか言ってしまう。ちょっとなんか、いやいや、可愛いだしと思うよ、それは。それも含めて可愛いよな。いや、でも本当に、あの、すごい面白い展示ですよ。あの、佐藤さんもね、ぜひ、ちょっと、ね、行きたい、行きたい、行く。見て、改めて番組で、あの、感想を18分ぐらい語ってもらうってですね。あ、わかりました。はい、18分。よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、なんか作家の方からそういうこう作品ができていくまでの過程とか、うん、頭の中を伺うことってなかなかないので、うん、すごい面白かった。うん、いや、なんだろう。うん。だし、本当にこの補助線なしにね、一回見てたらね、うん、マジでやばかった、ね。マジか。惜しいことしたな。ガンってなるから、本当に。ネタバレなし。そうそうそう。俺は今何を見せられているんだっていう本当になってたから。そっか。我なったから。なったから。私は本当に。だって感想の一番最初何書いてるのはてなって。メモのね、メモのね。メモのね。いや、でも本当に、あの、そういう体験ができたのも含めてですね、うん、これぜひリスナーの方にも見ていただきたい展示だなと思っております、うん、はい、ぜひ皆さんもお越しいただきたいと思います、はい、5月30日まで福岡展が、でその後、東京展京都展と行く予定ですね、はいはい、うん、予定では
これもまた遷移するわけです、はい、そうですね遷移する、まあ、予定通り、ね、予定通り作品も一応巡回させる想定ではあるんですけど、はい、会場自体が変わっていくので、はい、おそらく作品も若干そういうことか、あの変化が生まれるんじゃないかなとは思ってます。全く同じじゃないかなと思います、うん、そうですね。しかも聞くところによるとですよ、はいはい、作品すでに今結構展示で売れてるらしいです、ね、あそうですか、うんね、ありがたいことね、うん、おかげさまで、ね、いやこれだってあれですよ、うん、梅ラボさんもあの浦川さんもそうですけど、うん、あの東京とかで展示したら、うん、もう瞬殺で売れちゃうようなう、ね、人気作家さんなんですわよ。いえいえ、まあ、ありがたいことね、福岡の方に買ってもらったりしてすごいあのやった意味があったなという、うん、結構ね実感というか手応えというかめちゃくちゃありがたいです、うん。いやでも本当今日展示会場行った時も、あ、このせ、なんだろうな、あの、こういう客層が来るんだって、僕結構驚きでした。あ、本当ですか？うん。あの、なかなかね、なんだろうな、あの、現代美術の会場で、見るそうじゃない人たちが、もう来ていたので、結構それは、あの、おー、なるほどと思って、なので引き続き、あの、僕何回か会場行きながら、あの、ちょっと、あの、会場の様子を、逐次報告したいと思います、番組でも。ぜひ、はい、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。はい。ちょっとまたご出演もお願いしたいですね。うん。うん、いや、本当に面白かった。ぜひぜひ。ぜひぜひ。でも、ね、よかった。浦川さん、今度じゃあ、あの、菊畑木馬特集やるときちょっと来てくださいね。なんかでも、きついきついですね。僕が話すとなんかいろいろ角が立ちそう。いや、いいんじゃん。すごいいいと思う。いいんだよ。いや、もう角立たしていきましょう。だってほら、あれじゃんすか。あの、菊畑木馬に人生変えられた人間は、それ発言する権利あるでしょうよ。きっかけですしね。そうでしょ。最初の間違いですよ。いや、楽しみだ。いい才能をまた見つけてしまったって感じが嬉しい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。あの発球が、あのシュートが、あの音楽が僕たちに勇気をくれた。明治産業はスポーツ、そして様々な文化カルチャーを